皆さんこんにちは、ひでぴんぽんチャンネルの岩田です。はい、今日は短い動画ですけど、久しぶりのサーブの技術動画です。あのサーブをペンでやってみたということなんですけれども、あの岡田選手とやりましたサーブの動画、こういう手首をつかない動画なんですけれども、こちら多くの方から動画見ました質問なんですけれども、ペンの場合どうやればいいんでしょうかっていう質問をすごくいただいて、なので僕が実際に中ペンのラケットを使ってあのサーブを出してみましたので少しだけお伝えします。で、ペンの場合はこういう角度を作るのがなかなか難しいです。行ってもこれぐらいなので、グリップを少し自分が中ペン出すとしたら外します。親指がこの側面に当たるような感じで外して出すのが自分としてはやりやすかったです。それでもこう見て構えた時にこれぐらいですかね、いけて時計で2時ぐらいのところなので、この状態で出すようにしたら、まあ、なんとなくちゃんと切れて下も横も出せるようになったので、皆さんぜひグリップ参考にしていただければと思います。まあ、やりにくい方はやらなくて大丈夫です。あとは本当と一緒です。上げて少し斜め上からこの最初に構えた手首の状態で、角度の状態でボールの下をくぐってあげれば横下系になりますし、自分の方向に振っていって肘を上げながら最後の方で当ててあげれば横、まあ、上系ですね、つついたらアップ、上に上がるような回転になりやすいので、それをぜひやってみてもらえると。あとは力抜くことですね。切ろうとするとペンの場合ってこうやってやればいっぱい手首使えるんで、こう使う方がすごい多いと思うんですけど、あくまで今日はあまり手首を使わずに回転をかけていくっていう動作のサーブなので、まあ手首使って苦手な方はぜひやってみてもらえればいいかなと思います。スイングはそんなに変わりません。ただグリップはちょっと工夫をしなきゃやりにくいかもしれません。ぜひやってみてください。ちょっと見てみましょう。はい、横から見てみましょうか。正面から見たと思うんですけど、横下からゆっくり、あまり動作をつけずにやってみます。さっき言ったようにグリップが僕こんな感じですね。サーブ出す時こうじゃなくて、構えた時にこれぐらい外向きます。ここからここでくぐってあげれば横下、ここで来て、ここで最後自分の方にスイングしましょう。次、横へ行きますので、よろしくお願いします。やってみてください。